劇団カムカムミニキーナに所属する劇団員、柳瀬めいみさん、26歳、劇団最年少。今日は午前中から劇団の稽古があるというので、稽古までの準備の様子を撮影させてもらうことになった。劇団は、ちょうど20歳からなので、6年目ですね。高校時代に演劇部だったんですけど、顧問の先生が結構小劇場とか好きで、でよく DVD とかたくさん貸してくれてたんですけど、その先生が、カムカムミニキーナ面白いよって言ってくださって、で、その時にちょうど公演があったんですよ。で、名古屋で、あれは、あくまマークっていう公演があったんですけど、それの前に、まず松村さんが外部で出てる作品をその DVD で見てて、松村さんのワークショップが大阪であると、でもこれは絶対に行きたいなと思って、大阪まで、その時は高校3年生だったんですけど、行って、でワークショップ受けて、でわすごいなってと思った時に、その時にワークショップでその次の本公演のシーンをちょっと作りますみたいな、でこれも本当は本公演に入れますからみたいなことになって、へえと思いながら、その時は、何も考えずに楽しくワークショップやってたんですけど、だからいざその後の本公演見に行ったら、実際そのシーンがまんまその劇団員の方で再現されてて、うわすごいなと思って、でそこで気になってはいたんですけど、あと東京にお芝居やりたいなと思って、東京に来たらなかったと思って、でしばらく、生活を一旦安定させるために何もしずにいたんですけど、そろそろお芝居やろうって思った時に、ちょうどカムカムミニキーナが、募集をオーディションしていて、それでナイナリーの初代のアンサンブルオーディションに応募して、でありがたいことに受からせていただいてっていう感じでしたね。劇団員という道を選んだ彼女は、普通の26歳の女性と変わらぬ日常を過ごしていた。そんな彼女がこれから稽古に向かい、そこでどのような顔を見せてくれるのか、どんな時間を過ごしているのか、これからが楽しみである。稽古前に劇団倉庫に立ち寄る柳瀬さん。今は布を紙面劇っていう企画の稽古初日なんですけど、ちょっと布を探してます。劇団の稽古ではこのように稽古前に倉庫に立ち寄り、稽古で使うかもしれない道具や衣装などを劇団員たちが運ぶこともしばしばあるという。あんま覚えてないね。最初のワークショップに来たね、高校生で大阪でやったワークショップに岐阜から来たっていうのがすごい、それがすごい印象的ですね。すごい旅をしてきた高校生なんです。めいみはよく周りを見てる、めっちゃ。なんか誰が何してるか見て、はい、見て
学ぶみたいな、すごい尊敬しますね。彼女多分バイト先でもすっごい重宝されると思います。すごい若い子入ってきたんだけど、それを感じさせない、なんかうん、力強さが、ああ力強さ、あ頼もしさが、はいはい、感じ。めいみがめいちゃんじゃなくてめいみって呼び捨てしてくださいって言った瞬間に聞き台になる。いい天気ですね。稽古後に聞いた劇団員の柳瀬さんに対する印象は、先輩後輩の垣根を越え、いつしか誰にでも頼られる立派な一人の仲間としての印象でした。稽古後、バイトまでの間時間があるのでジムに行くという柳瀬さん。全然稼いだけで、ね、食べていけるようになれたらいいんですけど、なかなかそんなこと、はい、本公演の時は時間が長いんで稽古も難しいんですけど、こういう時はですよ。今回劇団の物販を担うメンバーの集まりがあるということで、その現場を取材させてもらえることになった。一応基本的には物販部にいて、その公演以外はそのまあ物販の、どっちかって言ったら数字面、その決算とか予算作ったりとか、まあ、もちろんそういうのの、まあ、どういうグッズを作ってみたいなのはもう吉村さん含め全員で考えてやるんですけど、まあ、そのまとめとしてその数字をまあ立てて、でそれを吟味して、まあ、その劇団のそういう財政を全部仕切ってる陽子さんにお送りするっていうのを基本的にやってます。であとは、まあ、公演期間になると、まあ、パンフレットをメインでやっていて、そのパンフを作ったり、その私とレイと菅、渡辺レイと菅と一緒に作るんですけど、まあ、その最終的な入稿データを作ったりっていうのをやってますね。おはようございます。物販部のリーダー、劇団の看板俳優でもある八嶋智人さんと、地元の長崎からリモートで参加の元尾雄介さんが合流し、いよいよミーティングが始まる。でそれを持ち込んでそのものを作るものもあるじゃん。そうですね、ポーチは。でその名義がやるやつっていうのは、はい、ぶっちゃけどんぐらい必要なの。どのような商品を作るのか、制作にかかる費用や日数、商品に付随した企画や販売のタイミングなど、話し合う内容は多岐にわたる。それはちょっと軸を考えていった方がいいかね。話し合いが煮詰まることもしばしば。時にはリモートで情報を集めながら話し合いは続く。すごいアナログ集団だったんですよ最初は。それがあのパソコンを買い、すごくみんなもうパソコンを上手にね、でパンフレットも編集し、グッズのデザインもあの整理から発注から全部できるようになって、で今パンフってあれだよね、めいみが最終まとめをやってるんだよね。そうですね、入稿データを作るのは私だよね。そうだよね、はい、だからそこにまでなって素晴らしい人材に育ってきておりますよ。どんよりとした芋臭い田舎の女の子が入ってきたなと思って、でもねその言い方っていうのかな、方言だったし、それはすごい面白かったんですよ僕はね。めいみにしか出せない雰囲気とか存在感があるなっていうのがあって、でか、まあ一緒に創作活動をやるようになって、意外と落ち着いてんだなっていう、一番若いのに、うん、うちの劇団の劇団員の人たちはみんなその外国の
金貨だって一つ一つは素晴らしい、マニアにはもうよだれが出るほどの価値がある、だけどなかなか日本じゃ使える場所がないんだよなっていうでももうそれってすごいなんか一瞬なんかダメな子って思うんだけど、でも一つ一つの金貨は素晴らしいっていうのってまずそれがあった方がいいじゃないっていう、いっぱいある刷られたり作られたりしている硬貨よりその一枚しかない金貨っていう方がとても価値があるのじゃないかなっていう、それがまあカムカムの劇団だしお芝居なんじゃないかなっていう意味ではかなり高額金貨だと思うんですよ。ありがとうございます。三重の四日市で上演された紙面劇2本立ての本番を終え、彼女は東京にいた。この日もアルバイト先へ働きに行くのだという。そして休憩中、職場の同僚の方々にお話を伺うことができた。エミさんがいらっしゃるということしかまだ。はい、もう本当に私が入ったばっかりの時からめちゃくちゃお世話になってて、私の印象としてはすごい頼りになるお姉さんのような大先輩ですね。本当に私がここで接客するにあたって大切なことはほとんどそのめいみさんからいろいろ教えていただきました。そうですね、結構髪型とかいつも可愛らしいアレンジして着てるなって私は思ってて、結構お団子にされてることが多いんですけど、私はその髪型がすごい好きですね。お前さんは、まあ、自分が入った当時にやっぱ一番早く教えてくれた先輩でして、でやっぱ分かりやすくて教え方も丁寧ですし、やっぱそのところでやっぱコミュニケーションとかも取ってくれて、自分もやっぱ働きやすいって思ったのが印象です。自分自身、劇団が好きで結構劇団四季とか結構行くんですけども、そのところでやっぱ大勢の中でああいう演技をできるっていうのは自分は本当に素晴らしいなっていう、やっぱ尊敬意思もあるし、やっぱそのあとからやっぱミスできない場でああいうバシッと決めてくれるのがやっぱすごいなって思ってます。まず、まあ、メミが、まあ、人若い、まあ、22、3で入ってきたんですけど、まあ、5、6年前で、で、やっぱその年にはもう真面目というか、もうすごい仕事に対してなんかこう、若いのになんか、その飲食のことだったり、なんかお客さんのことだったり、店のことだったり考えられるような子でしたね。はい。でも、なんでまあ、僕がこの注意したり怒ったりしてもやっぱ受け入れて、なんて言うんだろう、素直にその次の行動に移してくれるっていう、はい、真面目っていう印象がやっぱ強いですね。結構入ってきた時とかやっぱそのベビーカーが近くにあったんですけど、まあ、赤ちゃん寝てて、で赤ちゃん寝てるのかかわらず、まあ、声が大きいじゃないですかやっぱ目見てそれをもう何も考えずにもう大きな声で挨拶だったり、まあ、ご案内だったりしてるんで、もうそこをめちゃくちゃ怒ったりとかは最初したりして、はい。でなんかまあ気分がなんだろう落ち込んでる時とかのやっぱその抜けだったりはよくあったりして、まあ、めちゃくちゃ僕は送って泣いちゃうみたいなことは多々ありました。はい。いやなんかその仕事場では見られないなんだろうまた違うなんか真剣な部分な感じとかはよくなんか見れたのと、やっぱ劇団となんかってなんかリアルじゃないですか、やっぱその修正が効かないというか本番とか、まあ、そこに向かって練習してる感じとか稽古してる感じとかもすごいなってやっぱ感じる部分が、まあ、それも仕事に多分つながってるのかなって思うと思いましたね。はい、という印象です。同僚の方々のお話を聞くうちに、取材を通じて見てきた劇団での柳瀬さんと共通する点が多いことに驚かされた。
なんですかね。なんか一つのことを永遠やるのが結構苦手なタイプだと思うんで、そのバイトがパーってなって、あもうだいぶ仕事疲れてきたなって思った頃に公演期間でバンって休みになったら、それはそれですごい気分転換ですし、でまた公演終わったら、あまたじゃあお金食べること頑張ろうみたいな感じで、結構いいサイクルでできてると思います。まあでもどっちもお客様がいらっしゃってくれてなんか成り立つっていう部分では、そういうお客様を大切にするとか、そういう部分は似てるのかなって思いますね。彼女にとってアルバイトはある意味舞台に立つのと同じ感覚なのだという。今年の夏に行われる劇団本公演に向けて、ますますバイトに励むと笑顔で話す柳瀬さん。行ってきます。アルバイトというもう一つの舞台で経験を積んだ彼女が、次の公演でどのような成長を見せるのか、楽しみである。稽古初日。各々が慣れた手つきで準備を進める中、今回の公演時軸の稽古日程表を作成する柳瀬さん。そして稽古までの束の間の時間を劇団員たちと楽しく過ごす。めいちゃんは私が劇団員になった当初からすごい何でも親身に聞いてくれるから、今日の朝まで心筋梗塞ぐらい嬉しかったんだけど、本当にだけどなんかようやくリラックスできました。すごいホッとします。その後キャストが揃っての顔合わせ。山田重則です、お願いします。そして早速本読み。少し緊張気味の柳瀬さん、劇団最年少の一面を覗かせる。そいつは一体どこのドイツの恩返しだバカ野郎。恩返しだバカ野郎。恩返しだバカ野郎。そして本読みも中盤。初めは緊張気味だった柳瀬さんも堂々と役を演じきる。片付けない。子供がいなくなったなんて一言も言わなかった。親父がまだ家出に気づいていないんだ。あのバカ、死後に使わせないことだってしょっちゅうあるし。お父っつぁん仕事何やってんだ。今は穴掘りだよ。よくわかんないけど、大昔の遺跡だか秘宝だかを探してるって。本読み後、全力で本読みに臨み、しばらく放心状態の柳瀬さん。まあその出てないタイプも、まあ毎年見てるし、なんか一緒になるたびにどんどん劇団の中での存在感といいますか。だからまあ今のああいう竹の棒でいい、増してるなっていうふうには思いますよね。これは目がこれすごいな、重心がこうしっかりしてきたなと思います。でもね、自信がついたんだと思います。それこそ背景に切りたい感じ。ありがとうございます。入団して5年、彼女の成長を劇団の外から見る機会も多かった先輩からの言葉に思わず笑みがこぼれる柳瀬さん。やらせてもらってるんで、ちょっとはなんていうか舞台上での言い方とか、あの屋根は自信は最初よりは絶対ついてるとは思います。自分でも今あそこのもう多分もう俺がなんか期待する側というか、そのバランスで言うと、あのまあもうそれはもちろん入ったものはキープできるならなって、比重は僕の方がこうあったかもしれないけど、今は多分本当に
なってきたかもしれない。こうなると思う。ネーミーの方が比重が大きいかもしれないから。そうそう、だから直感が傾いたっていうふうになる。とか、なんもなく。イメージこうなる。そうそうそう。それが多分、ふわーって描かれている。本当に大事な役割だから。伝わらない。だから別に聞いてそこをね、しっかり。なんか、こっそり。ワンセットでお互いやって。まあ、2人でっていうかみんなでいい作品にできたらいいなっていうふうに思うんですけど、はい、そうですね、やっぱ前、稽古へ挑む気持ちみたいなのは毎回変わらないですし、そのいい作品になるように自分自身も頑張ろうって感じなんですけど、やっぱその自分の中で一個その、この間の紙面劇を経たっていうのも、一個自分の中で大きな自信になってるとこがあって、そういう部分ではなんかそのアンサンブル的な動きとかのとこでもちゃんとなんていうか小道具を生かしたりとか、さなぎは結構そのアンサンブル系の動きが私はほとんどなかったので、でも今回、全員ほぼ出ずっぱりみたいな舞台なんで、そういうとこも楽しみながら、もう常にいい作品の一部にいられるっていうので楽しんでやろうと思います。時軸の本番が終わって2週間、彼女はすっかり日常の生活に戻っていた。バッティングセンターに行ったり、昔やっていたドラムやソロ版を披露したり、さまざまなことに挑戦し、舞台への出演も劇団公演含めて3つ、物販の劇団業務もこなしつつ、怒涛の一年を過ごしてきた。そして最後の密着が公開される前日、最後に今の柳瀬さんに一年間の密着を終えた感想を聞くことができた。お疲れ様でした。印象に残ってる回は、そうですね、でもバイト先に来てもらったやつですかね。なんかなかなかないじゃないですか、そのいつも舞台の上だけのものを見てもらってる人に、なんかプライベートなバイト中っていうのを見てもらうってなかなかないなと思うんで、なんか新鮮でしたね。でもあれですかね、本番終わりのなんか片付け中とかもう本当にもうフェーンってなってるんで、嵐の時はもうムーになっちゃうんで、頭の中とかもそうですね、なんか冷たい感じになっちゃったなと思います。楽しかったのはもういっぱいあるんですけど、その原宿でクレープ食べた、でアイロン買いに行った回とか、本当バッティングセンター行った回とか楽しかったですね。そして最後に、以前動画のコメントに寄せられたとある質問について彼女に尋ねてみた。現段階で別にそんな就職してるわけでもないくって、なんか夢を追ってるっていう状態じゃないですか。それで今もう東京上京して、もうすぐで10年とかになるんですけど、
なんとか生活もできてるし生きてもいけてるんで、まあ、今後もなんとかなってくんじゃないかなっていうので、あのどっちかって言ったらその今はですけど、その将来の不安っていうよりかはそのお芝居だけで食べていけるようになったらいいなとか、そうなったらどういう暮らしができるんだろうなみたいな、その楽しみなことの方が今は多いですね。まだでもしもうそう不安とかが出てきちゃったら、まあその時にまた考えるみたいな感じですかね。今はその楽しいし自分のやりたいことをやれてるっていうので、それがいいなって感じです。どの職種においても多かれ少なかれ将来的な不安はつきもの。しかし彼女の中にはそれよりも今を楽しむ気持ちの方が強いのだという。変わっていく彼女、そして成長していく彼女のありのままの魅力を伝える、そんな思いで密着が始まり、実際劇団員としての成長、役者としても充実した年を1年の潜入を通じて取材側も実感してきた。しかしその根底にあったずっと昔から変わらない今を楽しむという姿こそが彼女の一番の魅力なのかもしれない。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。本公演で待ってます。今回で彼女の密着は一旦終了。しかし劇団員という存在とこれからも向き合いながら、いつかその存在を職業と言えるようになるまで、まだまだ彼女の物語は続きます。